こんにちは、筑波大学の宍戸です。画像情報研究室の研究室紹介の事例として世界遺産の予防的保存活動の研究事例を紹介していきます。世界遺産の予防的保存活動の研究事例の一つとして我々の研究室では世界遺産のカンボジアのアンコール遺跡群のバイオン寺院を対象に研究しています。このバイオン寺院というのは劣化が激しい建造物になりまして、その損傷箇所の判定や損傷状態の可視化というものをコンピュータービジョンの技術を使って取り組んでいます。そういった研究の中で本学の芸術系の松井先生と一緒に研究を進めています。松井先生の研究分野としてはこういった世界遺産の建造物の保存活動を行っている先生になります。このアンコール遺跡群のバイオン寺院の一本の柱に注目しているんですけども、この柱に付着している苔が劣化の要因の一つとなっています。ただこの苔の繁殖というものがものすごく長いスパンで繁殖していますので、考古学者の方々が目視で確認することがなかなか難しいという現状がありました。そこで我々の研究として半年から1年ぐらい離れた2枚の画像をきれいに上場することによって、このように苔の繁殖を確認することに成功しました。実際高精度に重ね合わせることが実現できてますので、この右側のグレーの領域が苔の領域になるんですけども、そこが約半年で4ミリ程度の繁殖があったということが提案手法によって確認することができました。もう一つ、松井先生のフィールドの研究対象として静岡市の駿府城の天守台発掘調査に関わらさせていただいています。でこれは最近発掘されている、状態なんですけども、静岡市の職員の方々が、モニタリング活動を行っています。でこの石垣を、発掘しているんですけども、石垣も発掘している段階から、劣化が激しくなっておりますので、その石垣の劣化のモニタリング活動を我々の研究として取り組んでいます。この絵のようにたくさんの画像を撮影して3次元モデルを作ることができます。こういった高精度に3次元モデルを作っていきまして、これもモニタリング活動としてコンスタントに撮影していくことによって、どれぐらいの劣化が進んでいるかどうかっていうのを研究している段階になります。はい、世界遺産の研究の紹介は以上になります。